こんにちは、ちおちゃんのお時間です。絶滅したと思われていた生物が実は生存していたという例がこれまでいくつか報告されています。そこで今回は実は絶滅していなかったことが分かった、そんなロマンあふれる生物たちを3種紹介したいと思います。ちおちゃんでは生物などを解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。シーラカンス、はじめにシーラカンスを紹介します。シーラカンス目はこれまで中生代白亜紀末の大量絶滅期を境に全ての種が絶滅した古生物だと思われていました。しかし1938年南アフリカイーストロンドン市付近のカルムナ川河口沖で漁船の網に大きくてグロテスクな一匹の魚がかかったのです。イーストロンドン博物館の学芸員だったラティマーは魚類の収集を担当しており、かねてから地元の漁師たちに珍しい魚を捕まえたら知らせてくれるよう依頼していました。こうして漁船の船長から連絡を受けたラティマーは漁船が魚を水揚げした漁港に向かい、この魚を見つけたのでした。この魚は学問的に貴重と考えたラティマーは港で唯一の冷蔵庫の所有者に保管を頼みましたが、魚が約 1.5 メートルと大きく場所ふさぎな上、すでに腐りかけて異臭を放っていたため保管を拒否されてしまいました。やむなくラティマーは魚の頭部と表皮など一部のみを塩漬け標本にし、また魚の全体を描いたスケッチを作成し、南アフリカロードス大学のスミス教授のもとに送って発見を報告したのです。スケッチは簡単なものでしたが、白亜紀末に絶滅したものと考えられていた古代魚シーラカンス目の特徴がはっきりと描かれていました。これを見たスミスは現地へ向かい標本を調べ、この魚はシーラカンス目の原生種であると断定し、ラティメリアカルムナへと命名しました。こうしてこの発見は科学雑誌ネイチャーに発表され、世界を震撼させることとなりました。その後スミス教授はシーラカンスの完全な標本を求め付近の漁港に手配書を配布し、100ポンドの懸賞金をかけて捜索を行いました。第二のシーラカンスが捕獲されたのは14年後の1952年のことで、最初の発見地から 3000km も離れた小諸諸島のアンジュアン島付近でした。実は昔から小諸ではシーラカンスがごくまれに捕獲されていたのですが、肉がまずいため食用価値がなく、小諸の漁師たちの間では役に立たないという意味のゴンベッサという名前で呼ばれていました。こうしてスミスは保存されたシーラカンスの標本を得ることができたのです。また1997年には新婚旅行でインドネシアのメナドトゥア島を訪れていたカリフォルニア大学の生物学教授マーク・アードマンは魚市場で現地で海の王と呼ばれていた特徴的な姿の大きな魚を見つけました。この魚は1998年にラティメリア属の新種と確認され、現在一般にインドネシアシーラカンスと呼ばれています。このようにシーラカンス目は白亜紀を最後に化石が途絶え、1938年に至るまで原生種が確認されなかったこと、化石種と原生種の間で形態的な差異がほとんど見られないことなどから、これら2種はイキテルケスキと呼ばれています。古生代と中生代に生きていたシーラカンス目はかつては世界中の淡水域や浅い海に広く分布していたと考えられています。体型体長も様々で、鯛のような扁平のものからアンコウのような丸い形のものまでおり、最大で全長が 6.3 メートルに達する種もいました。原生のシーラカンス2種は体長が約1から2メートルで、いずれも深海に生息し魚やイカを捕食していると考えられています。メタセコイア、次にメタセコイアを紹介します。この植物の発見には日本人が関係しています。メタセコイア類の化石は北半球の第三基地層からしばしば見つかっていましたが、当初はセコイア属などに分類されていました。しかしセコイア属とは異なり、枝や葉、球化の鱗片が互生ではなく対生すること、また落葉性と考えられることなどから、1941年に古植物学者の三木茂さんは新属としてメタセコイア属を提唱したのです。メタセコイア属は後期白亜紀に出現したと考えられており、シベリア東部、
日本を含む北太平洋沿岸、カナダ極地周辺から化石が見つかっています。古代三期になるとヨーロッパを除く北半球の北極圏から中緯度に広く分布するようになりました。しかし新第三期になると寒冷化によって北極圏では見られなくなり、さらに先進性までには世界各地で姿を消し、前期更新性後期には化石記録がなくなったため絶滅したものと考えられていました。三木さんがメタセコイア族を提唱した直後、太平洋戦争が始まったため、この論文はほとんどの国外の研究者の目には触れませんでした。しかし中国北京の研究者胡先生はこの論文を読んでいたのです。そして中国四川省で神木とされていた木を胡先生は研究したところ、三木さんが記載したメタセコイア族によく似ていることが分かりました。こうしてこの木をメタセコイア族に属するとし、1948年に新種として記載したのです。このためメタセコイアはイギテルケスキと呼ばれています。メタセコイアは中国中部に自生しているもののほとんどが利川市の標高750から1500メートルに分布します。1948年にアメリカの植物学者チェイニーがメタセコイアの種子を持ち帰って育成し、1950年には三木さんが結成したメタセコイア保存会に100本の苗が送られ、これが日本国内の研究機関や自治体の植物園に配布されました。このため現在では日本各地の公園、街路樹、校庭などに植えられています。皆さんの中にも母校の校庭にメタセコイアが植えられていたという方は多いのではないでしょうか。中国の一部にのみ生き残っていたメタセコイアでしたが、成長が早く樹形が美しいことから現在観賞用に世界中で植栽されています。ニューギニアンシンギングドッグ、最後にニューギニアンシンギングドッグを紹介します。ニューギニアンシンギングドッグはパプアニューギニア原産の野生化した犬種であると考えられています。オーストラリア原産のリンゴとはつながりがあり近縁種です。ニューギニアンシンギングドッグは名前の通り歌う犬として知られています。これは不思議な遠吠えがまるで合唱のように聞こえるためです。彼らは個体による声紋の違いが大きく、数頭から数十頭が集まって遠吠えをすることによってまるで合唱が行われているかのように聞こえます。外見は原始的な容姿をしており、体重は8から14キロほどで中型犬程度の大きさになります。ニューギニアンシンギングドッグはパプアニューギニア中央州の標高約2100メートルの地点で1897年に発見されましたが、その後生息地が失われたり野犬と交わったりしたため野生では絶滅したと考えられていました。そのため現在1970年代に捕獲された個体たちの子孫が保護施設や動物園で約200頭のみ飼育されています。これらの個体は少数のため近親交配が進んでいます。このように野生の個体は半世紀にわたり目撃されていなかったのですが、2016年インドネシア領のニューギニア島西部の高地で探検隊が野生の犬15頭を発見しました。このうち3頭の血液から採集した DNA を調べたところ、遺伝子配列が他のどの犬種よりも保護されているニューギニアンシンギングドッグに似ていることが分かりました。遺伝子配列が完全には一致しなかったのは何十年もの間離れていたことと近親交配の影響のためだと考えられています。そのため研究者らは野生種を飼育されているものと区別するためにハイランドワイルドドッグと呼んでいます。そして今後ハイランドワイルドドッグとニューギニアシンギングドッグを交配させることを考えています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。